はい、どうも、デデケロスでございまーす。今ね、キャンドゥと、100均のね、キャンドゥと、ウルトラマンが、なんとコラボしてるということで、行ってきましたよー。売ってたー。いろいろね、買ってきちゃったんで、まあ、今回紹介したいなーと思います。結構実用的なものから、いろいろ買ってきたと思うので、見ていきますよ。まずはこちら、じゃじゃーんと、巾着でございます。柔らかめの生地で、でね、デフォルメされたキャラクターがね、いっぱいね、描かれてるんですよ。バルタン星人だったり、ウルトラマン。ウルトラマンなんかこう、あ、ダダもいる。かわいいでしょう、と。まあ、こういうね、巾着はね、なんかあると、いろいろ入れられそうじゃないですか。ウルトラアクションフィギュアのウルトラマントリガー。トリガーとかね。ガー。いい感じ。タグもね、かなり可愛くて、これは捨てらんないね。今度チャックのやつでございます。絵柄はさっきと同じ感じのテキストで、まあ、チャックか、まあ、さっきのあのゴムの紐かみたいな。まあ、そういう感じですかね。なるほど、こういう感じか。意外としっかりしてるね。ダーン、ダーン、じゃ、マスクケースでございます。マスクは手放せないですよ。それに、汗かくじゃない。やっぱね、一枚じゃね、ちょっとしんどいなってところもあるんで。まあ、こういうマスクケースあればね、あ、便利だな。しかも、ウルトラマンだったら超可愛いじゃんってことで買いましたよ。バルタン星人とウルトラマン。うわ、ウルトラマンスペシウムなんて、鬼畜だ。そしてもう一方が、ゴモラ対ウルトラマンということで、ウルトラマンが、シャーンとね、飛んでいってる感じですかね。裏側もすごい可愛くなってて、ペロッと。もう一枚、ペロッと。あ、なるほどね。こういう構造になってるんだ。表側はこんな感じで、これが、こういうことか。次がじゃん。ちょっと待って、どんだけ袋買う気ですか？どんだけ袋を買う気なんですか？デラさんと。わかんないです。なんかちょっとテンション上がっちゃって。ギャーッ。こんな感じで、ビニール製のでっけえ袋やない。続きましてが、じゃじゃーん、ジップロック。ね、ジップロックめっちゃ使うんですよ。っていうのも、アーツの手首とか、結構、こういうのに入れておくんですね、僕。ウルトラマンとゼットンの、ちょっとこう横長の、こうね、ジップロックも売ってました。マスキングタイプ。さっきの可愛いデフォルメのイラストが、マスキングテープになってるって感じですかね。時々なんだけど、誰かに荷物を送るときとか、あるじゃないですか。そういうときに、こういうのあったら、もうちょっと便利だし、可愛いよなと思って、女子力高し。じゃん、ステッカー。これなんか可愛らしいじゃないですか。エレキングとウルトラマン、ゼットン。ああ、ゼットンファイナルビームだ。バルタン、ゴモラ、ダダが顔認証してる。で、ピグモン、エレキング、カネゴン、バルタン、ゴモラ、メトロン、ダダ。あ、ダダポーズ違いだ。あ、ピグモンポーズ違い、ゼットンポーズ違い、ゼットンがまたいる。で、ウルトラマンスペシウム、バルタン、カネゴン。あ、すごいポーズ違いっていっぱいいる。かわいい。僕はこんなに袋を買って一体何を入れるんでしょうか。わかりません。ジップロックもう一枚ありました。ゴモラとウルトラマンですね。アクキー、アクキー、もう一アクキー。アクリルキーホルダーもたくさん出てました。ブースカかわいいですね。そしてもう一枚、ステッカー。これも買ってました。個人的にカネゴンがちょっと好きですね。はい、ということで、今回は、キャンドゥウルトラマンコラボグッズたくさん買ってきましたよという動画でございました。まだね、キャンドゥ行ったらウルトラマンのグッズたくさん置いてあると思うので、ぜひぜひ皆さんも、買ってみてはいかがでしょうか。このマスクケースとか、ジップロックとかは、まあ、実用的に、使えるものだと思うので、これはちょっとおすすめですね。まあ、日常の中に潜むこう、ウルトラマンみたいなのって、やっぱこう、どこかね、幸せになれると思うのでね、ぜひとも皆さん買ってみていかがでしょうか。以上でレキラスでございました。それでは、バイバイ。